白井さん、これ5本目かな。まあ、ここはね、なかなかやりたいこと表現できないんだ、多分ね。牛乳。足首だね、やっぱりね。まあ、あとはエッジもあるかな。ちょっと、飛ばなきゃダメかもしんない。ちょっと小さくなっちゃダメよ、ね、肩が肩止めようと思ってこうインサイドブロックしちゃうのか。なるほど、こういう現象もあるんだね。さあ、こっからだ。ちょっと外向いてる。お前はもうやんなきゃダメよ。もっともっとまだ行きますって感じで行かないと。ストック予備ないの？予備ないんですよ。ああ。なんで？うん。ひなの GS のストック借りなさい、後で。はい。午後。それフリーすればいいじゃん。はい。フリーってかポールやるんか。ショートポール。あのショートポールやろうかなと思って。うんうん。それはじゃあひなのストック GS のスキー借りれば、あ、ストック借りればいい。そっか、家今取りに行こう。はい。白井さん、午前ラスト。小屋です、お願いします。お、かっこいい、これ飛行機雲が。お、小屋今良かったぞ。セットアップしてからもう一段のこの落とし込んで回転率上げるね。これもう少し右ターンの膝が左足ちょっと甘いわ。